昔はね、僕もよくダウンタウンの番組に出させてもらってたんですよ。なのに、ある時を境にパッタリとお声がかからなくなっちゃって。それは角田さんがダウンタウンに干されたということですか？ダウンタウンっていうか松本さんですね、主に。俺の何が気に入らへんかったのかな。まあダウンタウンのまっちゃんといえば、今や誰もが知る国民的スターですからね。もしかしたらちょっと天狗になってもおてるんかな。何抜かしとんねんこの筋肉だるま。お前が俺らと共演 NG になったのは、みんな己のいい加減な性格のせいやろがい。以前はダウンタウン DX などの番組で松本人志さんと共演する姿をよく目にしていた元 K-1 ファイターの角田信明さんですが、現在はお互いが共演 NG の事実を認めるほどにその関係はこじれにこじれてしまっているようです。ではなぜ以前は親密だった関係がここまで悪化してしまうことになったのでしょうか？事の発端は2019年末から2020年の初め頃に、角田さんが松本人志さんの出演されているダウンタウンのガキの使いやあらへんでから出演のオファーを受けたことに端を発します。角田さん、実はガキ使からこんなオファーが届いてるんですが、芸人太鼓を叩いてかぶってじゃんけんポン。なるほど、俺にそのレフェリーをしてほしいっちゅうんやな。ええ、そうです。ああ、でも、角田さん、今、K1 レフェリーの業務停止処分期間中ですし、やっぱり難しいですよね。僕の方から丁重にお断りしておきます。この時、角田さんは、ご自身がレフェリーを務めた K1 の試合で、選手の命に関わるレフェリングミスを犯し、K1 の運営サイドから3ヶ月の業務停止処分を受けていたばかり。本来ならレフェリーとしての仕事だけでなく、芸能活動も自粛して叱るべきなのですが。断る？おいおい、何言うてんねん。お笑い番組でレフェリーの真似事するだけなんやから、別に何の問題もないやろ。え？でも今はまだ時期が悪いんじゃ。平気やて。番組が放送されるのは業務停止が明けた後やろ。この炎上騒ぎもその頃に収まってるって。はあ。角田さんがそう言われるなら。どうもどうも角田さん、うちの番組のオファー受けることにしてくれたんですって。おーまっちゃん、面白そうやから受けさせてもらったで。打ち合わせの時に聞いたけど、当日は相当な人数の芸人さんが集まるんやって。そうっすね、10人以上は確実かな。今回の企画は2週にわたっての大掛かりな企画にしようと思ってるんで。そうなんや、そりゃ楽しみやな。言うても番組構成は角田さんありきの構成にしてるんですわ。角田さんが主役みたいなもんすから、当日は頼ますよ。またまた、あんまプレッシャーかけんといてや。それじゃあ僕、別の番組の収録があるんで、あさっての収録も楽しみにしてますわ。おう、大船に乗ったつもりで任しときや。角田さん、大変です。なんやねん、俺が大親友のまっちゃんと楽しくおしゃべりしてる時に。大親友？あ、いや実はこの前のミスジャッジの件がネット掲示板や SNS で大変な騒ぎになってまして。はあ？まあええ、とりあえず見せてみや。明らかに選手の命に関わる危険なミスジャッジだろ。3ヶ月の業務停止くらいで済ませるのよ。レフェリーやめさせろ、いつか主任が出るぞ。こんな奴にレフェリーやらせてる運営もクソ、俺も K-1 一生見ない。こんな調子で炎上騒ぎが収まるどころか、さらに燃え広がってるような状態でして、運営まで批判されてモテるやないか。こんなことが続けば俺まで切られてまう。ガキ使いの出演は取りやめや。今すぐキャンセルの連絡をせ。でも収録はもう2日後ですよ。そんなん知るか。俺は俺のイメージを守ることの方が大切なんや。他人の迷惑なんか知ったこっちゃあるかい。こうして角田さんはなんと収録日の2日前になって急遽ガキ使への出演をドタキャン。当然すでに他の出演者へのオファーや打ち合わせを完了し、あとは収録日を待つだけだった松本さんやスタッフさんにとってはたまったものではありません。今からでも探へんの？角田さんの代わりになる人。無理だよ、台本も角田さんある気で作ったもんだし、今からオファーをかけても打ち合わせとリハが間に合わない。でも当日集まる芸人の中には松本さんより大御所の方だっているんですよ。僕は怒られるの嫌ですよ。はぁ、
しゃあないな。当日出演するはずやった芸人には俺から頭下げとくわ。菅さんとヘイポは差し替えの企画をどうするか考えといてくれや。よかった。これで怒られずに済む。こら、悪いね松本くん。そっちの始末は任せるよ。かくらさん、あれから何か言ってきた？いや、何も。マネージャーから出演キャンセルの連絡があった後は何も音沙汰なしだよ。許せないな。こういう時は普通迷惑をかけた本人が謝りに来るもんでしょう。ならお前が角田さんに直接そう言ってこいよ。へっ、無理です。いやでも菅さん、ヘイポーの言う通りやって、このまま何も筋を通さんで終わらせてもうたら迷惑を被った他の芸人やスタッフたちに示しがつかへん。マネージャー。あ、はい。俺は今後一切角田信明とは共演 NG や。他局の制作サイドにも共有しとけ。わかりました。松本さんのこの行動は大勢の共演者や制作スタッフたちに多大な迷惑をかけながらも何ら反省の色を見せない角田さんへのクレームの意味を込めた行動でした。もちろんこの報を受けた角田さんがその後速やかに謝罪を行うなりの誠意ある行動を見せておけば松本さんとの関係がこじれることもなかったのでしょうが、角田さんご自身はなぜ松本さんに共演 NG されたとお考えですか？少なくとも僕のせいじゃないんですね。僕とまっちゃんの関係がこじれてしまったのは僕を悪者に仕立て上げようとする黒幕がいるからですよ。ああ、黒幕ですか。僕がまっちゃんの番組をドタキャンしなきゃいけなくなったのは、そもそも番組への出演を安請け負いした担当のせいですし、きっとそいつが自分の罪をなすりつけようと僕を悪者に仕立て上げたんでしょうね。なるほど。他人に罪をなすりつけてんのはお前だろ。まっちゃん見てる？聞いての通り俺は何も悪くないんやで。いつでも共演のオファー待ってるからな。やれやれ、救いようのないアホやな。今回の話じゃまっちゃんが角田に対して個人的にブチギレてるって感じじゃなさそうだったな。そうですね、ブチギレてるのはむしろテレビ局や吉本興業側の方でしょう。角田さんがご出演されるはずだった企画が潰れたせいで、局は企画に費やした時間やセットや小道具などにかけたお金を番組に所属タレントを出演させるはずだった吉本興業は、この時得られるはずだった十数人分のギャラを不意にしてるんですから。そうなると角田のドタキャンで発生した損害金は数千万、いや下手をすると億単位か。そりゃ干されて当然だわな。ええ、ですので角田さんは松本さんとの共演 NG というよりもテレビから干されていると言った方が正しいでしょう。ま、角田さんはかなりポジティブな性格みたいですから、自分が悪いことをしたなどとは絶対に思わないんでしょうけど。ポジティブじゃなくて空の皮が厚いっつうんだよ、そういうのは。